昨夜、えーまああの、アギレイ監督の件について、告発が受理されたという情報がありました、でえー、これを正式なものかどうかというのを、本日、日本協会からあスペインの方に確認しておりますが、あまだ確認は取,り取れておりません、えー、正式なものであるという確認は取れておりませんが、 えまあ今までのいろんな報道の経緯からいくと、まあ、ほぼそれは確実であろうというふうに、えー、想定をいたしましたでこれにつきまして日本協会としてどうするかということにつきまして、えー、今日あ理事会にも報告いたしましたが、えー、やはり今、アジアカップの最中であり えー、我々としては日本代表チーム、アギーレ監督以下の日本代表チームがアジアカップの連覇を目指して、えー、集中し、専念して、えー、戦える、それを最優先すべきであろうということで、えー、これに専念したいと、アジアカップ開催中は、えー、代表チームの。 戦いを最優先にするということにしたいという,ふうに思っております従いましてアジアカップ開催中はこの件に関しましてはまあ、我々は封印をしたいと言いますかそういうことで皆様にもぜひご理解ご協力をいただきたいと思っておりますアジアカップが終わりましたらこの告発が受理されたことについては 業界としての考え、対応についてはご説明いたします。